ロックヒルはアメリカ合衆国サウスカロライナ州ヨーク軍で最大、かつ州内でも第四位の都市である。臨州のノースカロライナ州に近く、そこのシャーロットを中心とする都市圏に入る郊外都市であり、この都市圏では第3位の大きさである。アメリカ合衆国国勢調査局による二千十年国勢調査では人口六六万千百五十四人となっているが、二千二十年の 予測では93,810人くらいとなっている。ロックヒルは、北緯34度56分17秒整形、81度一部34秒、北緯34.93806度整形、81.02611度、3 4 9 3 8 0 6 8 1 0 2 6 1 1日、1シャーロットの南約25マイル。 州都コロンビアの北約70マイルにある。ロックヒルには、週刊高速道路77号線から5つの出口を使ってアクセスできる。ロックヒルは、シャーロットからコロンビアまで鉄道を敷いた、シャーロットサウスカロライナ鉄道会社の所有道にあった赤英岩の丘にちなんで名付けられた。この岩の多くは鉄道を敷くために取り除けられ、ロックヒルと呼ばれるようになった場所には、 駅が作られた。設立は、ロックヒル郵便局が開局した1852年4月17日であったが、公式には1870年に自治体化された。ロックヒル市は1952年に設立100周年、2002年に150周年を祝った。ロックヒル市境にある標識には人種差別の余地はないと書かれている。市の象徴はデイブライルブールバードにある。 シビタスの彫像4体である。それぞれが市内にある4つの産業を表す円盤を持っている。デイブライルブールバードのゲートウェイ広場にあるシビタスの彫像は1991年4月に設置された。高さ20フィートの銅像であり、ニューヨークの彫刻家、オードリー・フラックが制作した。1年後に5番目のシビタスが市役所のロタンダに据えられた。ロックヒルは、 ケロック社のシリアル食品、ライスクリスピーズの箱に描かれたマスコット漫画、スナップ、クラックルポップを制作したことで有名な商業デザイナー、コバーノン・グラントの故郷である。グラントはサンタクロースの絵を多く描いたことでも知られる。またロックヒルで毎年春に開かれる祭り、カム・シー・ミーのマスコット、グレン・ザ・フォックも制作した。グラントの作品は毎年開催される。 クリスマスビルホリデー祭にも登場する。ロックヒル・オラトリオのメンバーによって設立されたロックヒルのセントアンスクールはサウスカロライナ州発の人種差別を撤廃した学校だった。差別撤廃の時はこの学校が全国ニュースに載った。この学校は移転するが新しい場所の正面に飾り学を受けることになっている。公民権運動の時はロックヒルで2つの重要な事件があった。 1961年2月、9人のアフリカ系、アメリカ人が人種分離を行っているマっクロイのランチカウンターで、シットインを行った後、ヨーク軍、ブリーズンファームにある刑務所に行った。この事件では、南部中に広まったシットイン運動で、公民権運動団体が直面していた、莫大な財政的負担を軽減するために、ジェルノーベールと呼ばれる新しい戦略に従ったことで、 全国的な注目を集めた。事件は全国紙で広く取り上げられ、他の公民権運動団体もこの戦術を採用した。行動を起こした9人のうち8人は、ロックヒルにあるフレンドシップジュニアカレッジの学生だったので、フレンドシップ9と呼ばれるようになった。その年、遅く、ワシントン DC から南部に向かったバスに13人のフリーダムライダーズが乗った。 ロックヒルがディープサウスではその最初の停留所だった。これは州にまたがるすべての公共機関での人種分離を違法とした1960年のアメリカが州国最高裁判所判決をテストするためだった。公民権運動指導者のジョン・ルイースなどメンバーがバスから降りると白人ボートに殴られることになった。2002年、この時、 ジョージア州選出アメリカ合衆国会議員になっていたルイスはロックヒルに外戦しウィンスロップ大学で講演し市に入る鍵を渡された。2008年1月21日、ルイス議員は再度ロックヒルを訪問し市が行うマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの祝日祝典で講演した。この時市長のダグエコルスはフリーダムライバーズに対して 市民の取った行動について公式に謝罪した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は31.1平方マイル、この内陸地は31.0平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.10%である。ロックヒルは山陸地帯を流れる河東場側に沿っている。平均標高は676フィートである。 大西洋からは約150マイルの位置にあり、ブルーリッジ山脈からは約75マイルである。ロックヒルは温暖湿潤気候に属し、湿気の多い夏と冷涼な冬が特徴である。降水量は季節変化があまりない。7月が最も暑い月であり、平均最高気温は下肢90度、平均最低気温は下肢70度となる。 一年で最も寒い月は1月であり、平均最高気温は下肢50度、平均最低気温は下肢30度となる。過去最高気温は1983年と2007年の下肢106度だった。過去最低気温は1983年の低下肢4度だった。ロックヒルはこれまで二つの大きな自然災害を経験した。 1926年11月26日午後に破壊的な竜巻がロックヒル中心街を襲った。この日は感謝祭の翌日であり、竜巻の起こる時期としては季節外れに遅かった。10分間に満たないインクのように黒い竜巻が事業地区の外観を変えた。竜巻は町の西側に始まりほぼ3ブロックの幅で通り過ぎた。 超全体の損害額は10万ドルに上った。1889年9月22日にはハリケーン融合に襲われた。風速90マイル、地を超える風が市内を吹き荒れ、エデンテラスの多くの木を大量に投ぎ倒し、学校は何週間も閉鎖された。サウスカロライナ州全体で被害額は42億ドルにもなった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ロックヒルはこれまで繊維産業でよく知られてきたが、現在の町は繊維産業から製造と小売業の町に変革を図っている。ロックヒルでは、チェリー道路、セラニーズ道路、デイブライルブールバード、ヘックルブールバード、アメリカ国道21号線及び、週刊高速道路77号線が主要道路である。これらの道路は、サウスカロライナ州交通局と、 サウスカロライナハイウェイズの管轄下にある。週刊高速道路77号線は北のシャーロットとを直接つなぎ、シャーロットでの活動には便利である。また南の州都コロンビアともつないでいる。アメリカ国道21号線は市内唯一の高規格道路であり、北のフォートミルやパインビル、南のグレートフォールズとを結んでいる。ロックヒルは 国中に仕事で行くために空港が一つある。ロックヒル市民空港は市営空港であり、ロックヒルの中央事業地区から4マイルの距離にある。別名ブライアントフィールドは、2つの国際記録を持つ操縦士でサウスカロライナ州航空の殿堂に名前が残るロバート・ー、e、ブライアントにちなんで名付けられた。ロックヒル市が所有して運営しているが、ヨーク軍も 空港委員会に名を連ねている。シャーロット地域交通システムがロックヒル中心街からマンチェスタービレッジを経てアップタウンシャーロットまで急行バスを運行している。また、ヨーク郡博物館からセラニーズ道路とチェリー道路を経てアップタウンシャーロット行きのバス便もある。ロックヒルには夏季のような3つの高等教育機関がある。ロックヒルの教育は ロックヒル地区の3つの教育学区によって管轄されており、その学区内には17の小学校、5つの中学校及び3つの高校、合計25の学校がある。学区内の生徒数はほぼ2万人である。市内にはいくつかの宗教系学校もある。ロックヒルでは日刊誌、ザ・ヘラルドやロックヒルマガジンと YC マガジンなどいくつかの雑誌が発行されている。 ロックヒルではいくつかの季節行事が開催されている。毎年春にはカムシーミーと呼ばれる祭りがあり、全国から毎年12万5000人以上の観客が集まってくる。カムシーミーはサウスカロライナ州の祭りで第1位にランクされ、サザンリビングシルセも紹介された。独立記念日にはレッドホワイトブーム祭がある。また冬には クリスマスビルロックヒルと呼ばれるクリスマスを祝う祭りがあり、毎年12月にロックヒル中心街で行われる。ロックヒルにはショッピングセンターのロックヒルギャラリアがあり、他にも市内にショッピングセンターが多くある。市内にショッピングセンターなど複合施設が多いことで知られている。その他の施設としては、週間高速道路77号線沿いロックヒル。 中心街出口のマンチェスタービレッジがある。他にも計画中のものとして、リバーウォークプロジェクトとゲートウェイズアットギャラリアがある。AB アメリカンファクトファインダー、US センサスビューロー、2011年2月4日、2011年4月5日閲覧、ABC アベレージテンパチャーズプリシピテーション、ロックヒル、サウスキャロライナ、ザ・ウェザーチャンネル、オーガスト・デイリー・アベリッジズ・フォーロックヒル、 SC The Weather Channel 2010年1月8日閲覧 January Daily Average's Horlock Hill SC The Weather Channel 2010年1月8日閲覧 York Technical College 2009年7月21日閲覧 Clinton Junior College 2012年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年7月21日閲覧 ロック・ヒルディストリクト32009年7月21日閲覧ロック・ヒルディストリクト3インフォメーション2009年7月21日閲覧ありがとうございます